自然豊かな山々に囲まれ、寒暖差の大きい盆地にある盛岡市。ここは内陸性の冷涼な気候が特徴です。そんなリンゴ栽培に恵まれた環境の盛岡市には、世界で最もポピュラーなリンゴの品種、富士の原木が保存されています。 JA 岩手中央の管轄する地域は、国内で唯一農薬の使用量を抑えた特別栽培の産地として知られています。盛岡は雪が少ないので収穫を遅らせてですね、蜜入りを狙って収穫しております。まあ、収穫時期はですね、農協から提示されるんですけども、まあ、気温でまだまだちょっと早いとか遅いとかは生産者の経験によって一番いい時に収穫するというところです。完熟しジューシーでたっぷりの蜜を含んだ富士、シャキシャキの食感に加え爽やかで深い甘みの果汁が楽しめます。収穫を終えたリンゴはスマートフレッシュ処理を行い、果実の品質を保持、長時間の輸送でも鮮度を保ったままお届けすることが可能です。今年も品質のいいリンゴができました。いつでもみずみずしいまま食べれますので、ぜひ食べてください。JA 岩手中央の富士は今年も最高の実りです。だから日本の果物は美味しい。